立憲民主党森友子に代表就任を要求。令和新選組の山本太郎さんが8日にツイッターにて次のような発言をしてしまいました。野党第一党の新リーダーが森友子さんなら与党と維新とバチバチ対峙できるような見応え十分な国会になる。来年の参議院選挙が楽しみになるくらいにとなってしまっておりまして。まあこちら。 この発言が話題になっておりますけども、まあ、こちら、山本さんとしては森さんとは自由党などの時代につながりがありますので連携しやすいと判断しこのような主張をなされてるんじゃないかと思われますが森さんは最近ですと北朝鮮に対してワクチンを提供しろと国会で暴言を吐いたりまた民間人に対しても暴言を吐き続け裁判沙汰になっていたりとさまざまな問題を引き起こされており 自由の声においても、こういった森さんの問題などを40回ほど動画で紹介しておりますけれども、森さんは、まあ、国会などにおいて暴言を吐いた際に、反論されるとまともに対応できないような傾向がございまして、まあ、討論に弱いんじゃないかと思われますが、まあ、そういった中で、党首討論や記者会見などにおいて問題が生じる可能性があり、また森さんの 裁判などの問題で、代表に就任しても辞任に追い込まれる可能性もございますが、まあ、森さんには、まあ、代表選にすわされるのかどうかすらわかりませんけども、まずはご自身が引き起こした問題で、まあ、現状裁判沙汰になっておりますので、被害者の方に対して誠心誠意対応していただいて、これ以上暴言を吐いたり、 様々な問題を引き起こされないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。